クリームデメントのショーグラスクリームデメントは甘いミント風味のアルコール飲料である。風味付けには主にコルシカミントまたは乾燥したペパーミントを用いる。ホワイトと呼ばれる無色のものとミントの葉または着色料で色付けた緑色のものが市販されている。どちらも似たような風味であり、色が重要な場合を除いてレシピ上はどちらも使える。 アルコール度数は25%である。グラスホッパーやスティンガー等のカクテルの材料として用いられる。また食後酒として飲んだり、風味付けのため料理に用いられたりもする。さらに、南アフリカで人気のスプリングボックとして知られるシューターの主材料である。伝統的な作り方では、乾燥したペパーミント、またはコルシカミントの葉を中性スピリッツに数週間浸し、 ろ過して砂糖を加える。セルゲイ・ラ・フマニノフは酒を飲まなかったが、技術を要する自身のパガニーニの主題による教師局の第24変装をピアノで弾く際にグラス一杯のクリームデメントが神経を落ち着かせることを発見した。彼はこの変装にクリームデメント変集というニックネームをつけた。ありがとうございます。